はい、一回配信出しましたよ。ごめんね、見てくれる方申し訳ない。もう大丈夫だと思う。ダメだったらごめんなさい。はい、本日は何やっていこうかしらって今迷ってるところです。どうしようかね、まあ、メンバーはこれで終わりかな。おかえりなさい、こんばんは。どうもどうも、配信トラブルで一回これでスタート。2回転何やろうかしら。あ、ペコさん来た。ペコさん今日は出られるよ。今日は出られる。ゼロ回戦突破。今のところまだ、カジュアルレシオ制。レシオ誰が決めたの。いいよ。でもさ、そのレシオどこにあるな。どこにあるか分かればいいけど、レシオ制で大会をやるという案が出ております。どうなんだろう、レシオあんの。レシオ表どこにある。間に合えば別にやってもいいですよ。何キャラ使うの。ああ、そう、キャラクター数は関係ねえのか。15で、いや、サクッと決めるの難しいですから。何これ何これ何か。ちょっと出る。いいよいいよいいよ。これでやる。銃でやる。いいよ。いや、よくねえか。一発を X もレシオとか言ってね。あ、これぐらいならいいかな。マックス4。マックス4でやる。じゃあいいよ。じゃあそれ、URL こっちにちょうだい。僕の LINE に送ってほしい。さあ、四国スト2部屋ってあれじゃん、なんだっけ、
こっちで、まあ、サクッと決められればこれいいかな。レシオ4、レシオ4、じゃあイベント決めました。今日レシオ制で一人最大レシオマックス4。これさ、いやいやいい、これはこのままでいい。で作った人が一つのさイベントをやってる人で本格会なんだ。マジ多いからこれ。でもさ、僕の意見ですけど、本田ここはありえない。明らかさんですよ。で、弾あってもいけっから。じゃあこれでやります。皆さんキャラクターを書いてください。4、一応5にしよう。5、バイソンはグッチさんです。今日レシオ制やるよ。レシオ制、レシオ表はここで出せるよ。いける。 S 残機は5体いける。こっち X です。これさ、作ったやつ頭おかす。ちょっとね、明らかにやばい。どうにします。じゃあ皆さん書いて書いて。いや、S ホーク3とかさ、X ホンダ2とかさ、気狂ってるとしか思えない。5、まあ1体でもいいっすよ。マックス5だから5まで使って OK。 いや5にします。結構長くない。X1 ないです。はあ？いやまあ S 剣はね、わかるけど S ホークはないな。 S ガイルは2でしょ。S チューン、まあここでもいいけど2でもいいかな。いやなんかいろいろあったんですけど、結構ざっくり分かれてるんでこれがいいかなと思って。僕ね、カップ S、 僕が作るの。いや時間ないですよ。結構時間かかります。これに文句言うことはできる。これはまずい。これ絶対本田入れるから。僕本田でしょ。X ホンダお得すぎるでしょこれ。あ、でもこれ1が少ないのなかなかいいな。今日はこの表でやるよ。 DJ イコールガイルイコールにはねえだろう。
あ、 DJ はですね評価高いです。結局昔は最初はあのゲーメストの影響で超強いキャラっていう、感じだったんですけど、その後ですねかなり一旦弱いとされてましたけども結局強いっす。技が強すぎる。はい、じゃあグッズさん書いて。おー、オッケーオッケー、マックス5です。あ、お得キャラもう一個見つけた。これお得だな。目がいいですね。どうしようかな。マックス5でしょ。えい、あれ、ま、マキリどこがいた。あー、オッケー。そうっすね、リュウは3なんでしょ、一応これ、リュウ S3 ギー、リュウ3です。これでしょ、これでしょ、ここが決まりましたよ。まあ、S キャラは使いたくないって人も結構いるでしょう。まだ書いてない人はこっち背面来てね。S 剣と S バイソンはちょっと差あるかな。まあ、4はも文句なし、これはこれで OK。 でもここに S ホーク入ってもいいかな。 S ホークは S 坂と同じぐらい強いでしょ。ねえ、ホンダは最低でも3あります。 X ホンダはいや、 S ホークね、よ、あのピオリッチが高いのがよくない。ありですよ、もちろん。うん、分けたいっすね。まあ、ホンダは上でしょ。露骨上でしょ。これさ、X ホンダより S ホンダの方が強いとなってるのはどうなってんの？おかしくない？これ言うて X ホンダ2じゃないですか。S 残機5体とかでも持つんでしょ？あ？ S 残機5体でも積んでる。積んでる。安いでしょ。 お買い得、お買い得キャラいますんで、いっぱいいますんで。S キャラの中だと S 残機になりますよね、これね。あと福山さん、あ、気持ちいい、気持ちいい、キャミにした。おー、いいじゃないですか。え、これでトーナメントをやりましょう。じゃあこれでダブルイリミでもいいかな。
なんで毎回フラッシュプレイヤーちょっと。オッケーできたかい？じゃあ何人？14、1、2、13、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、え？5だよ、5、5、5、5。8？ ちょ、福山さん。え、じゃあ。いや、DJ とガイルと龍は一緒じゃないかな。僕的には DJ、龍、ガイルの順で、ガイルが1個落ちます。決まりましたよ。全員出席してシャッフルします。今日はダブルエリメーション形式です。ゼロ回戦があるというか、あーシードがいるって感じですね。え、マジ？ちょっと店員に行ってくれ。はい、じゃあ2回転対マキリからいきましょうか。マーカスやるぜー。あー、これ映してもしょうがねえな。
うん、キャラはじゃあ申告で。さあでは1回戦2回転対マキリ、スーザンギが2回転、X 剣が中さん X 剣X リーはいひどいね、間違いだから、はい、今日は熱唱制度でね、はい、合計が5で先ほどの表を言っていただいて、はあ、プラス、合計で5なるように1位を組んでいただきました、はいはい、さあ2回戦さんが、ダブラリテーズ、はい、という形でしたが、まあ、マーカスは非常に、どっしりした形、そうですね、竜の方がいいものがあるっていうのが分かりましたね、まあまあそうですね、ちょっとタイプ的に戦い方的にはもう竜の方が強いんじゃないかぐらいのね、そうですね、戦い方としてはね、いや本人として多分、まあ、今もう剣の方が動かしてるだろうから、さすがに剣の方がとは思うんですが、しかし落ち着いてるぞマキリ、シンク足払いに反応、まあいいよ、さあエース足を差し込んでいった、マキリ盤石強いですね、このね、ゴレシオで道義使いの人はその剣と竜を両方使えるとか、その2体同じキャラ使えるとかっていう、まあ竜はできないけど、そういう感じはできるんで、非常にまあ今回の大会の形だと相性がいいのかなっていう気がしますね。どうなっても S が多くなりますね。まあ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 、表を見るとね、どうしても、しかしこのキャラの暴力、間合いを維持できたらもうめちゃくちゃ強いですからね。相模中足払いでっかけもありますからね。小足もキャンセルかかるんですよ。はい、まあ、今のシャガチューもかかりますけど、あ、もうなんなら遠距離ダイパーもかかりますけどね。あ、飛んでた、はい、横SKがね、服脱がしてくるんですけど、どうしたの。あ、それは3週連続なんですけど、あ、それはいいですね。それちょっと配信の、カメラの方で映していただければ。さあしかし2ラウンド目はマキリがしっかり対応、やはり、はい、その列強がないから触るのが結構難しいっていうところが、はい、あるんですけど、この場合なっちゃうと、そう、理由としてはまあ逃げた方がまあ安定するでしょう。劣化の隙も少ないので、あ、燃えてないが体力はほぼ五分、しかしこの暴力、あ、危ない、あるのか、あるよ、あ、出しちゃったまあ霧もまあ苦笑い、まあそうですね、今のところはでも勝負どころで横を押し込まれたら一瞬で死んでるんで、まあしょうがない部分はあるかなと思いますね。そこで、まあ、打つとちょっと打つとこ長いのかな、うまいよ、ま、負けにもフェイロン戦は多分特別嫌わずにというか頑張ってやってるんで、しかしこの暴力、さすがにこれは列強があるからどう不足とかいうんじゃなくてね、横押しが相当剣がきついので、いや、いい勝負、はい、なので寄って、そうですね、これで 一瞬で消えると。さあ3ラウンド目波動、あ、大足の隙、あ、ありがてさまりがとう、マキリが掴んでいく、
小足昇龍死んだか。うわ、遅らせた小足だったが飛んでいる。レッカ刺さって投げ、歩き支援。これはこれはクソだった。狙いすましたがありましたよ。2回転勝利。次はヒデ鈴鹿ですね。ヒデ鈴鹿、はい、はい、次の試合にかでは復活ですね。 S を、S を、ま、取り間違えるとそこでもうダメですので、出せなかったらアウトですよ。 S 出せなかったらそのキャラは死亡です。ノーヒントです。最高。お、ヒデさん OK。 お、S ブランカ出てるよ。はい、はい、負け死亡。さあ、いやヒデチュンリリーチ。いやいや、ヒデ S ブランカだから。さっきはキャラ間違いがひどいから。おじいちゃんなんだ。はい、ヒデ S ブランカだから。はい、かかん鈴鹿。しかし S ブランカ戦はさすがにやったことないでしょう。ふざけんなよと言ってますが、ただ前歩き連発してましたからね。さすがにでしょう。うますぎだ。繋がってるよ今の全部。うまいよ。しかしここキャラの差があるからね。まあこの場合は地獄か。めくってヨガキックから投げる。ここは鈴鹿楽しみ。盤石中の盤石。あ、ていうかもうね、正直言いますよ、はい、これ消化試合だろ今の。結局はもうこれにならないと、うん、ここだろ。さあ、お互いメインキャラ同士、ここの勝率はどうですかね。お互いはなんかやりやってて、はい、どうなんかね。しかしヒデチュンリーはかなりアルシム戦やってきてうまい印象がありますが、あっ、ね、話が当たってしまう。信頼したチューピー推しだったと思うんですけど、裏切って話してきましたね。ここじゃ打たれねえだろうと。そう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 。ただやっぱチュンリーはそういう風に混ぜていった方がやっぱり強いとは思います。やんねえんだろっつってずっと抱えてると、うん、そうですね、裏切り。そう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 、これこういうのをすぐそれって言われるけど、いやそれが強いんだよっていうね話なんで、はい、うまいぞ。うーん、ゲーうーん、ダルシム戦うまかった。ぬくぬくカニバルですね。キャラ申告お願いします。ぬくぬくさんが、はい、はいはい、カニバルさんは決まってます。ぬくぬくさんは、え、これこれ D って書いてあるけどブランカだよね。X ブランカ2体と S ザンギですよね。B, B じゃなくて、あの、あ、で、 D になってるんで、うん、うん、なんでまあいいんですけどね。だから、ブランカ使い同士がやりますよと。ぬくぬくさんが X ブランカ2体と S ザンギ、カニバルさんは X ブランカ2体と S ブランカ。さあ、まずはキャラは出すぞ。ね、この2人の試合さ、ブランカ同キャラがめっちゃ多くなる可能性高いだろうっていう。マックス4試合ぐらいあるんじゃないですか。しかもこれ先方で2人ともブランカ出してるから少なくともっていう。そうですね。さあカニバル、あー、ため完了してない。あ、ステップがないから、ステップもないから、あれ今でやってたと思う。まとわりつかれると死ぬか。そしてめくりもない。何があるの。何もないんですわ、何もないんですわ。出せないっていうかないです、そんな技。はい、ブッシュブッシュブッシュあるよ。でも
ルッシュはあの X にもあるからね。そうせん、はい、さあステップ、えあります、ステップじゃない、さあ噛んで噛んで、もうそれしかないか、そうですね、まあ今の下段、おお見てるぞこれはまあまあ OK でしょう。カニバル2ラウンド目はパーフェクトで取り返す。カニバルさんあるのか、おおこれはあったまりムーブ、キャンセルでもかからなかったような気がする。キャンセルかかんないのかな、かかん、あ、中足かかんないかも。え、本当に何にもないじゃん。バックステップローリング、バックステップローリングは X にしかなかったかな。あ、こっからありそうだ、おー出ている、バーチカル、バーチカルはあります、なんと S ブラックス。さあぬくぬくどうする、持ちキャラはもう一体の X ブランカと S ザンギです。さあおかわりか、それとも S ザンギを挟むか。しかしカニバルが全部ブランカなのでザンギどこで使うのっていう話にはなりますんで、ここはしょうがないですね。まあとりあえず挟むっていうのはまあそうでしょう。こういうことになる、個人的には S キャミンかなと思ったんですけどね。ああそうっすね、キャミン使ってるからね。うまいよ、お噛んで速いぞ、ボディで対空下段死んだか、確定、しかし体力が間に合わず、ガード入るんじゃないかな、入る気はします、ガードしてからも入る気がしますが、ちょっとね攻めに行ったっていうところもあるでしょ。これどうすんの、噛んでる、ぬくぬく、カニバル左のピーか、うまい、カニバル全体をしていく。さあ、ぬくぬくのキャラはもう3体目、ラストの X ブランカ、対してカニバルは S ブランカでなんともう2連勝を決めている。しかも X ブランカ2体残しですからね。そうですよ、本日2回目のブランカ、ブランカ、これぬくぬくさん勝ったら2回目、3回目、3回目ですね、まあ、最悪4回目まで、はい、この試合だけで、そうかね、はい、さあ噛んでいく、あ電撃で対空して、あ潰すのね、うまいな、いやしかしヌクヌクさんもエリがバレたぞ、ジャック、ここはとっさのところでためがなかったか、あなぜか上に行っている、いきなりですね、あなるほど、 X だと届くと、そういうやつ、 S だと届かないのか、やばいぞ、ぬくぬくブッシュで対応、さすがにぬくぬくさん、ここは負けないぞ、レボン、あ手前落ちが届かず、うん、今のローリングはいいですね、手前落ち、カニバルはやっていく、これ来たか、お下段カニバルリーチ決めるのか、S ブラス当たり電撃、あれ来たぞ、すかして噛みつき、電撃、ぬくぬくさん来たか、壊しから噛んでいく、ステップがあるから、まあまあ拒否行動にはなるということですね。あれ多分ローリングとかをそのステップ1点読みっていう話だと思うんですけど、そんなことやんねえだろっていう感じがします。カニバル離していく、しかしぬくぬくゴロゴロしていった。さあ次も、もちろんX ブランカだ、X ブランカ、これちょっとあれですね、専門家の実況欲しいところですね、ハイパー高齢のあの人の実況欲しいですね、ハイパー高齢の、さあ、カニバルさん今度はステップがあるぞ、あーダメ完了せずか、電撃大足は引っかかってしまう、おタブにするってことかな、これは黄色いターボカラーがカニバル、そうですね、ですね、カニバルが1本取ってここでリーチ、あるか、さあぬくぬくはどうする、ステップして噛んでいく、
わ、変な技変な技変な技ステップが通る、シュラッシュ足、投げれない、ステップは俺には通さねえぞと、アニバルやっていく、電撃噛み返す、あ、電撃引っかかってカニバルが勝利。ブラウンカ頂上決戦はカニバルだった。あ、わ、俺だ。ウリグラさんが 1P で、グッチさんが 2P でお願いします。グッチさんには 2P です。さあグリグラさんが X フェイロンと X タミン、そして外出するグッチさんが X リュウと X ブラカ、まずは X キャミと X ブラカから転んで、さあまずはグッチブラカ行ったぞ。 X キャミと X ブランカだったらキャミ OK ですね。今日はちょっとブランカ多いので、ブランカ多いですよね。お得なんですかね。ブランカ使いも多いですけど、早くも同キャラ4回やってますから今日。そんなにいらないですね。もういいかな。さあまずはグッチさんが取って、さあこの試合はどちらもが、さあウーレン来たぞ。おっと3ダウン。でもあれはスパイラルちょっと難しかったからですね。そうですね。これはグリグラさんが取ってくる。あれはとんがってるので、はい、バーチカルもダメです。そうですね、はい。まあ、ちょっと私もそうなんだけど、先々週はグッチさんのブランカに切り刻まれて、はい、福山龍が、はいはいはい、で先ほどグリグラさんのキャミーに12連敗。キャミー対龍って12連敗する組み合わせですか。引退でいいね、これは。ちょっとだらしないかしら。高めのジャンプキューパンを下って投げる。あっとスパイラル出せない。グッチさん来てるぞ。フーリガン、フーリガン、うわあーバチカル、出ない。粘った粘った。さあグリグラは X ウェイロンでしょう。ですよね、2キャラですよ ね、 そうね。結構キャラ層のある組み合わせになってるぞ。まあ、グリグラさんこれをあっさり勝って龍に対して頑張りたいなと、そういうところでしょうけども、さあグッチさんがこれ どう崩すのかという、まあ崩れないっすねこれね。でなんかのはねいろいろきついんですよね。これ横もきつい、上は通らない、劣化圏がまずきつい。終わった。これは無理ですね。まあ、あのネモ君は頑張ってますけど、ね、女とか騙しましたからね、うん、おーすげー支援客、このくらい投げ返しか、いやありますね、さすがです。おーうまい表支援、残念すぎる。で、あのうわー超えていく。お、あるよ。うおーグッチが二立てリーチ、何かであるのか。まあ、気は抜けないですね、やっぱり。そうですね、お互い飛びどこ持ってないと気が抜けない組み合わせになりやすい。この場さわけではフェイロンな気がする。うっ、まいぞ。おお。噛んでいく。グッチブランカ来たか、強いな。おブランカで見立て、グッチブランカで来た。グリグラどうした、あるよ。
クピ USA。 さあ、ワンピガがデレローさん、そしてツーピガがハイジンさん、デレローさんが X 流と X 剣、対するハイジンさんが X 流、 S 残儀、 S 残儀 OK、 どうぞ。固定、まあ、固定でしょう。あの時間を使うやつだよ。S キャラ出せなかったら負けですからね。そのキャラなくなります。さあ、まずはデレロン剣からだぞ。最近ハイジン君ザンギ使ってるんですけど、 S ザンギは使ってないですね、さすがに。 X ですかね。 X ですね。これさっき X ザンギと S ザンギ何が違うのって話を聞きましたけども、結構違うんですよ。通常の判定が若干弱かったり、はい、ダブラリがね、クレー判定がすげえ高いところにつかなかったり、もうなんかこれは僕ユーズル君に聞くまで知らなかったんですけど、あとバニシングですね。バニシングとファイナルがない。先ほどのペコエスケンの、はい、このルール、のび太さん大喜びだから、のび太さんが大喜び、のび太さん5人だーって、のび太さんだけしか喜ばない。のび太さん5人はさ、3人5人はさすがにきつい。Sボンド入れるわ。そうですね。さあ、デレロー剣がいい立ち回りだぞ。ちょっとハロー剣ダブラリが出ないよ。これはやっぱ踏み込み次第では全然 S ザンギありますね。そうね、 X ザンギって変わんないですからね、龍拳戦は。プレッシャーのかけ方、あのセンスが問われる。さあ、通常技暴れをしてくるのがちょっと良くない。あっと、ダイエス回って、早くも1から消失。これザンギに負けちゃったら痛いな。 X 剣は S ザンギ2体分の強さということですから。そうですね、はい、数字的にはね。忠実にみたいなチームを組んだから、忠実に出るんですね。何人か物言いキャラがいましたけど、 S ザンギはね、あの頃のレシオなのね、あの頃のレシオなのかな。この人ね、はい、作った人は本田使いってのが良くない。本田そんな弱くねえから。ちょっと2ぐらいにしとこうかなって。なんで S 本田の方が上やねん。さあ、デレロをシンク、オッケー。 S ザンギはミドルが短いんです。これがだいぶ違う。タッチスレキックはね、龍拳戦すごい使える技なので、そして受け身がないので、あの毎回スクリューの読みはしないといけない。しきたか、おーもみ顔面を揉んでいく。次僕か。そうね、うん、マキリス、じゃあ、ペコさんと、はい、ね。さあ、デレロー、リュー踏ん張れるか。大事、そうない、いい勝利。さあ、見立て刺すわけにはいかないぞ。あー、上がない。あー、じっこ、踏み込めないぞ。踏み込まないと当たらないぞ。出ないぞ。ハイジンマンがいい位置をキープしてるぞ。ここのファイヤーでも泣いちゃう。おーおおおおこれきつい。死んだか。さあ、ハイジンが S ザンギリタでやるわ。じゃあ、ペコさん、ペコさん、さあ、ペコさんが 1P で、はい、2回転さんが 2P です。さあ、ザンギとは限らないぞ。これが無駄な読み合わせ始まったぞ。ペコさんがガエル、ガエルじゃないぞ。さあ、ニカさんが、え、そうだ。さあ、ペコさんがX 剣合ってます。さあ、しかしこれはペコさん相当やってますぞ。ハロキンからいって、逆です。
いいダイヤスだぞ。勝利拳詐欺取り失敗からよ。ここエッジスキャン走っこう。おまじょどうにゃつからのペイコさんか昇竜だからこの色だったのかさあこれ頭の負けたシャトウナイスゴーこのオーダースライダー飛ぶ勝利拳サトウキンからの回転どうする遠いなちょっと遠いなあお電話お電話補正がかかって来るか皆さん可能だぞオッケー踏んじゃった大根からのさあにじりをぺくる大足が放てないかさあ大足さあこれは勝利間に合わず昇竜拳いいハモリでしたね。日曜日おなじみのヒデさんと僕のフルサイズの2人がお送りします。いいよ。ニカさんの2人目の S ザンギ。S ザンギ。やっているのか。やっているのかこの男。さあミドルが入って。こっからシャガチューティーが歌ったいが。いやー。負けるか。しかしここでスクリュードライバー。ダイス。スクリュードライバーあれなんて技でしたっけ今のあスクリュードライバー恥ずかしいやつだねもうダメですわまあこれが日曜日ということでねスクリュードライバースクリュードライバーでいいよもうダーティスカに怒られますわエルドライバーからのうわここはしっかり回しているあれ技名なんですかアトミックスープレックス多分そうなはず、そうなはずなんでスクリュードライバーって言ったんだなそうだ、コラのね、鈴鹿さんと飲みに行ってくださいねすいませんはい、どうしますでもなんか、あのなんか何かっていうなんかスクリュードライバーってもう何らか失敗なさそうな感じしますけどね失敗ありますね出せーさあ、エスティきたぞもみ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 さあ、大足コア大下から行ったぞさあ、投げるさあ、この削り、そしてこの画面の押しダニエスケのペコなのかうまい勝利を重ね減るな、勝利さあ、どうするお互い圏内ではあるがダブラリーダブラリー徐々に足が近いぞしかし、小足がダーッさあ、大足はちょっとここは反応が 遅くなってしまったかさあ、相打ちとか超減るな一発でさあ、しかし F 点はだー、うまいな連携が厳しい、厳しいだー、明日なーしかし、ペコ S 剣あのね、明日なーマジやばいっすよ F 剣と S 流のエスフェイロンでいけるのか出なかったら即失格だぞリカさん大丈夫でしょういろんなエスキャラ使ってますんでさあ一発やばまあシャガ中継からキャンセルかかってこれがかかるんですがやはりそうなると下段のガードが固くなるがなぜか当ててしまう心の隙間にしゃがみ中足しかし今の試合を踏まえてやはり波動モードになるがしゃがみ大パンで押し置き今日は出場に間に合ったから負けろ見てくれぞ
さあどうする、さあ2発で止める、これ格差もらわずに進みますね、いいてー、あぶね、さあしかし画面端隠居モードの一件も崩すのは大変です、いやーおー、これはだー、黒星結果、さあ1-1ですからね、まだありますね、いやーれ落ちないやつだー、フォローされている、そしてダイダイ、あのチェッパン強いんですよ、あー終わった、昇竜拳で、さあ福山さん、僕らの試合ですよ、向こう先方聞いてください、あ、決定です、決定、その次、ミア対カニバルです、ミアカニバル、ミアカニバル、はい、バケー、はい、はい、福山さん、S ザンギ出せませんでした、はい、いやー、あれですね、試合の進行に優しいですね、進行に優しいですね、はい、福山さんは S キャミー、S キャミー、S、はい、S 竜、あ、X 竜、X 竜か、はい、出んのか、はい、出ない、福山さん、2体目も終わりですね、いやいや、いや、これさ、これ配信のカメラ映ってるからさ、ちょっとさなんかさ、そのシーン撮られようとしてるでしょ、あなた、ちょっとさすがにじゃない、キャラが出なかったら負けです、そのキャラは負け扱いです、はい、出せんのか X 竜ボタン一個だから、ね、このキャラボタンだけ、ワンボタンしか出ないってことが分かりますよね、なるほど、すごい、2体死ぬっていうのがね、なか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 熱いな、そうそうおっと、ニレシオを使ってるからね、レシオニーを無駄遣いしましたね、そうそう、おい、おあのこれ S ブランカは、はい、なんかおすすめしません、あーそうですね、本気で弱いっすないよな、えリババンはないよ、何を言ってるの、リバランとステップとあとめくりがないから、はい、めくりがない、だからな基本的に何もないから基本何もないですね、そう、だから、おお、だから さっきもね、なんかね全然、おお飛んでる、なんかね、ミレ君があの、はい、ステップ入力しても全然出ないんですよみたいなの言ってたんだけどいや、ねえからねえから、そう、最初からねえからないからっていうね、そうなんです、 S ブランカはブランカ史上最弱ですから、あ、なるほど、これはもう初代よりも弱い、初代より明らか弱いですよ、おー、中足もキャンセルかかりません、あーそうですよね、そう、それがなコンボがね、ないんですよね、中ぐらい、まあ、めくりからいけないからそもそもコンボ難しいですけど、あ、確かに、ジャンプ強キック当てたら活躍パンローリン、あーあれキャンセル、あれはレバー入れて出る技じゃないから遠距離だと出ない、あーそうなんだ、だからタッチアップアンローリング、え、中とか中大とか入らない、あ、近距離中盤中足は入る、中足は入る、あードンピシャでぶっ刺される、でもあるかもしれない、あーさすがにか、さすがにか、俺が竜使いですよ、はい、倉橋見てるかそんな本気だった、そうでもない、うん、まあまあまあ確かにね、S キャミン S ザンギなんかいらんって言ってたから、いらんって言ってましたからね、はい、まあ確かにね、あれで竜で倒せるんだったらそれでいいっすよね、じゃあなんで書いたんですかね、いや分かんないです、あ、福山さんは結局竜以外使ってるのほぼ見ないですね、そうそうそう、だから結局そうなるとさっきのも、はい、映りたがりっていう風な結論が大体正しいんじゃないかなっていう、なるほど、はい、
さあガンガン飛んでいく。できてますね。あれですか、リトマススケンスみたいな。お前は出るのか、お前は対決出るのか、まあやりますけど、はい、やりますけど、にしてもだった、にしてもだった、うん、しかし、ゲージをチャージしたので、ちょっとおー、危ねえ、さっき多分、おっ、で、飛ぶかね、ここも撃つかね、撃つ、どうすんの、ここ、15ゴスはやばい、勝った勝った、15ゴスはやばい、あれは食らう、それは食らうよね、あ、昔あったんですよ、はあ、足払いがギリギリ当たる前でのボス攻めに対して15吸ってるのがリバーサー側ですよ、起き上がり側が、そのこれは絶対通る、足払いの上から叩くみたいな、そういう感じの、いや、なんでしょうね、よく考えてないというか。さあ、しかし先月クラマ状況いいぞ、で体力は負けているが、ゲージ状況では勝った。あー、どこを見てんの、ダイゴスの時に見てなく、そのあれかな、昇竜ミスかな、仕込み、あ、昇竜ミスで真空出るとなかなかですね、まあ前まで入っちゃってるとね、残るから結構ありますね。お、いいぞ、ボスから投げて、おお、すごいぞ、はいはいはい、ゲージも貯めて、今の気候はいい気候ですね、そうですね、あー、よく見てる、これはきついな、さあここはね、待ってるんすわ、藤沼澄さん、はい、はい、です、上り踏みつきは練習しましょう、まだあるよ、なかったー、ヒデが勝った、ヒデが、5番ね、いやー、ちょっとね、途中はいい感じだったんですけどね、そうですね、ミヤさん、ワンピミヤカニバル、はい、はい、両者とも先方決まっております。まあ、カニバルさんブランカなんで、はい、まあ、ミヤさんはそりゃねっていう、そうか、話にはなっちゃうか、そうですね、はい、S ブランカ、 S ブランカ、 X ブランカですからね。すげえよな。すげえ構成、本当に。もうカニバルさんのブランカ愛が半端ないってことが。ああ。わかりました、これで。そうですね。あ、噛んでて。まあ、残儀戦は、あれ、円柱パンあったっけ、これ。あるよな。え、立ち中パン。はい。あれで対空すれば。さっき対空してたような気がしますが、そっか。これバニーがないので削りが難しいが、確かに確かに、が膝でちょっとだけ低めにしてダブラリレンガにする感じかな。あ、そうですね、高、うん、違う、低いとローリング、あ、相打ちには取れるか、相打ちは取れるから、あ、なるほど、いいですね、お、よく見てるぞ、おお、食らいつける、ダイ、まあこれは、しかしこれはしょうがない、相変わらずのドローですね、ですね、あ出すよね、下がりダブラリ、下がりは正解ですね、勝てる、スライディングがないので、はい、あの台足の前の速度でダブラリやってていいと思います、なるほどなるほど、お、うまい、お、ケイラリ、ケイラリ、 S 残機のダブラリの判定って X と違うの知ってますよ、そうなの、僕もなんかゆずる君に行くまで知らなかったんで、ほうほう、全然違う、今度じゃあ、はい、お見せいたします、ね、ありがとうございます、いや、なんかたまにそういうのを上げてる人が、おお、よく見てた、いるんだけど、なんか別にいいわと思って記憶にとどめない、あ、でも S3 のダブラリはちょっと危ない、ほう、死にかねない、なるほど、まあ、ダブラリからね、ワンチャンっていうのはね、あるので、さあ、ミヤケンも X、 さあ、ミヤケンは X 剣、 X 剣か、残ってるのか、そうですね、 X 剣メインなので、 X 剣がまだ2体いるという形で、メインキャラ2体、すごいな、そうなんですよ、羨ましいな、そう、だからこれ、あのレシオの、はい、その刻みが、その5っていう風になってるから、はい、どうしてもこのキャラ安い高いみたいなのがあるかなと思うんですよね、
だからレシオも100とかにすれば100とかにして1キャラをなんか45とか、そう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 、まあまあじゃあ実際にはまあまあ100はちょっとあれなんだけど、はい、10とかにしとくともうちょっと刻めるっていう形かなと。なるほどね。ただめんどくさい、めんどくさい、いろいろめんどくさいし、そんな作りたくないし、はい、お、うまーい、うまいですね。さあぬくぬくタイツニアでぬくぬくと、でもさすがにぬくぬくとやってっからと、ほんとそれっすわ、とこ、とこっすね。なるほど、確かにうまかったっすね。さあ使いたくもないエスプランカもう一回使わないといけない。あ、X ブランカ出てきましたね。はい、 X ブランカ、はい、あの S が1体で X2 体なんで、はいはい、カーニバルもメインキャラが X ブランカでそれが2体ごと。さあジャンプショーパンいいんですよね、はい、今先にダイヤシで対抗されてたんでそれを潰す選択でしたね。そうですね。お、うまい、今のうまいぞ。今からバラン、おー、デカミ、おー、おお、やる、中村っぽい色もね、色も、色もこの色かっこよくないですか。カード、カード色は結構かっこいいのが多いですね。そうですよね、まあ、剣もガイルもあれかなって思いますからね。あのベガもね、あの白いベガ、あー、白ベガ人気ですね。うわー、お、これは前的に台形は難しかったところですかね、ジャンプ台形は。そうですね、あの三段を入れて一文字を釣りで食らうというのは僕がエクサーでね、おーおーおー生きているのがカニバル第一ローリング、うん、エクサーで2個フロム東京に決めたあれですよ。はい、あれね、ちょっと運ゲーでゼロドット残るもんな、あれね。いやでも、あの一文字返した医薬園が偉い、が、そう、偉いんですよ、それよ、ちゃんと用意してたっていう、うん、だって死ぬと、うわー、ピヨっちゃってこれこれ死なないんだ、はい一文字って当てて不利なんで、はい、そうですね、その後が、ね、やりづらいですよね、ちょっとやりづらいですよね、波動打てるわけじゃないから、うん、下がんなきゃいけない。そこにゼロドットだとローリングがまた来る可能性がありますね。おっと、端っこ、嫌な踏み方をした。でなんかね、やっぱダイヤス長いので、はい、あのさっき出るのは遅いけど差し返しやすいし、そうなんですよね。さっきがダイヤシ使ってたんですよね、一回結果、はい、あそこもダイヤシ差し返せるところだったので、ちょっと勇気がいるダイヤシだったかなと。剣側のねボタンさえ早ければ、はい、結構なかなかその地上戦でその足で攻めるのが結構めんどくさいかな、うん、結構めんどくさいですね。うまいよ、うん、あ、これはジャックキックスタートだったな、今のは。なるほど、うまい、お、対策している。さっきからニア剣、本当におー、持ってきた、やりに行った。さあ、最後にエスブランカ残ってますよ、はい、お互いにラストキャラ、次グッチ対ハイジン用意しておいてください。なるほど、あれ、あ、見てからじゃないけどアイス取れるのでかいですね。でかいですね。あ、さあ中身のスペシャル、おー、バーチカル出せない。なんだなんだなんだ、バーチカルですね、今のは。バーチカル、あ、斜めに入っちゃったってことかな、ね、いや、優先はね、バックステップだった気がする。あ、へー、一回横通しちゃうと出ちゃうんじゃない。あー、なるほどなるほどなるほど。あれ、X ブランカ2体か、失礼失礼、 X ブランカ2体か、そうそうそう、はい、あー今のは寄ってる、いい選択。ミヤケンさすがにブランカ戦やってるからあの一問じゃ逃さないんですが、逃さないですけどね、これはもう体力がローリングにかかってもらっても打つべきでしょう。これは2度とだったかな。勝ち抜きはカニバル、カニバル強いですね。です、グッチさん、はい、グッチさんキャラ先方はここ、いや多分ですよ、廃人、はい、ザンギ出すと思うんですけど、
これグッチがブランカ出す読みの最初竜っていうのはありかなとは思うんですけど、ね、ありだったとは思います、はい、ただねやっぱ大将は張れないですね。あ、まあ、S ザンギさんはやっぱりちょっと、まあ、魂乗っかったキャラの方がいいですかね。勝てるとは言え、あの言い切れないし、はいはい、確かに。おっと、おおおお、これね、S ブランカだったら、おー、ピヨンナイ、今のは惜しかったな。スーパー狙い良かったんだけど、ミドルの行いですね。行いか、いや、その後に大K 飛んだんですけど、はい、ボディとかでワンチャン相打ち狙いっていうのもあったかなって気がしますよね。確かに、でもね、あれでピヨンナイとき、次の攻撃でピヨンのことないっすよ。あー、なるほど。あ、お、強スクリューが入る。その後しょうがねー、ローリング、ローリング、ダメだ、さすがに、おおお、早く支援行為はちょっとさすがに。さあもう一体いますからね、はい、まあやる意味がないと感じるんだったら出すの失敗するもん。龍出しに切りましたね。さあしかしグッチブランカーはかなりこう強いと、はい、評価されてますからね。いやだいぶ強いと思いますよ、はい、で自分ももちろんあの龍使いなので、はいはい、龍の動きも分かっているだろうと。そうなんですよね。あ、今のは箱を使いましたね。あー、なるほど、裏です。あ、投げる、えらい投げ返し、えらいですね。で逆に今もうグッチブランカも多分直投げっていう形だったと思うんで、ね、はい、あ、うまい、よく見てるぞ。大事、おー、これはブランカ使いよりうまい部分がありますね。ありますよ、さっきの立ち台系で、あこれはナメプなのか逆におめー、ちょっと早めの昇竜出すんだろ読みっていう。なるほど、バックステップローリングってこのゲームで一番弱い技かも。はい、すいません。そうですね、それに対して、はい、まあ、スト4シリーズでもまあまあ、ね、ゲージ使ったりすると結構面倒くせえ。めちゃめちゃ強いっすよあれは、はい、スト5のブランカも確かバックステップ、あとからコンボ入りますからね、結構強いんですよね。っていうか面倒くさいんですよね。それ出る、まあ、これは真空安っ、ガードハードで OK だから。いや、ありましたよ今、ガードしてから波動確定だ、確定です。さあグッチさん2体目が X 竜、白い方がグッチ、はい、白い方がグッチ、黒いのが廃人、黒いのが廃人です。さあしかしここを成長している廃人、はい、グッチ流をどう攻略するか。うわー、これやってくるとやだ。まあ今ブレイダイゴスも狙い悪くなった、前に歩いてくる、お、ここでカウンター、この後、うわ落ちない、ちょっと遅かったか、近いし遅いし、はい、お、うまいぞ、悪くないがスローで切り返されて、表3段しっかり、あー、ダイゴス欲張りすぎでしょ。あ、あ、あ、はいはいはい、ファイヤーじゃないか、青なのでピヨってる。さあリーチ、リーチ先にリーチをかけたら廃人立ち上がっちゃうのか。あ、ですね、まだ S 残機いますかね。そうですよ。さあグッチどうする。お、ファイヤー、えらい、いいよ、これ出し9、めくり竜巻、今度は持て、
これダブルインで長かったな。そうなんですよ。みんな S から失敗しないかな。あ、ルーザーズは1からにする。まあまあまあ、まあ、あーおー、あー上流だった。めっちゃ3っぽい。まださあ S さんにいます。 S さんがいます。さあ出せなかったら、はい、対象のキャラでも負けでしたね。終わりでしたか。なんとか出した。廃人流星は残機でやっている。そうなんですよね。そういうただワンピー側っぽいですね。なるほど。しかし S キャラは総じてこう体力があるというか防御力があるというか。 S さっき真空食らった時マジ変なかったですよ。そうそう。あ、やばいぞ。あーちゃんと出している。偉い。壊しファイヤー、なんでや。壊しファイヤー 危なかったっすよね。繋がんない時ありますからね。あー、はい、ということはダブラリーで割れるってことなんで、はい、はいはいはい、危ないですね。密着でも繋がんないことあるし、はい、ちょっと遠くても繋がることあるんでよくわかんないですよね。なんか空気なのかな。空気ではないかな。まあ2分1の可能性はあります。うん。さあ画面はつきて。さあここはもう盤石の立ち回り。強いぞこれは。おーおーやって。おーおー、そこを伸ばす。そこは、あー、そこは行っとこうぜ。うわー、しっかり飛ぶんだろっていうやつでしたね。うまかったですね。はい、はい、ではヒデペコペコヒデペコヒデペコ 1P、 ヒデ 2P です。次はカニバルグッチですからね。カニバルグッチ、ルーザーズ長いんで1キャラにします。1からどれか選んでください。やべ、メインキャラ入れてこねた。確かに。いやでも忘れた。3体いるから相手がこのキャラ来るだろっていうの読みで。あ、そうか、はい、どれか選べるんで、その幅はある。幅はある。次の試合カニバル 1P グッズ 2P です。ラウンド1ファイト。さあこれはペコ剣 X 剣 VS、はい、ヒデ S ブランカ。これは無理。これ無理か。これ無理だったら結構他のキャラ無理だよ。いかに普段チュンリーで甘えたことをしてるか分かりますか。これダッサ。いや、うん、これはちょっとさすがにですね。垂直ジャンプ打ってキャミーとチュンリー以外はむずいっすよね。はいはい、むずいっす。これはね、高精度でやらないといけない。あはー、これあんまりこうどっちかに肩入れするのをこのマイクでは、はい、とは思ってるんですけど、あの前歩きガードしたらいいんじゃないですか。遅いから波動が。いや、水ジャンです。水ジャン、水ジャンしないとダメですね。ダブリ殺された。とどめはあれと決めてますね。さあしかしチュンリーがいる。お、色お、懐かしい。ヒデスチナ、ヒデスチナが来ましたよ。ヒデスチナ、あの伝説のヒデスチナが、伝説のヒデスチナ、ヒデスチナ来た。昔はこの色がメインでした。はい、どっちが本物のパレスチナかっていうやつありましたよね。どっちが本物の、はい、どういうことなんだっていう、どういうことですかね。あ、しかし、うまいぞ。ちゃんと抜けてくる。お、Sブランカ使いだったはずなのに普通の方がうまいですね。ブランカ本当本気でひどかったな。これはもう線で使わないでも OK ですからね。状況が悪い。膝つかみ、膝から、まあ、これは我慢。うわー、我慢しない。ジャンプはまあまあ偉いっすね。 X では普通はありえない行動ですけど。そうですね。お、配信ストロングとか言われてる。はい、そうですね。うまいアズパック。うまいアズパック。そうなのかな。こっち見とこうか。
からの、さあてこは剣でもワンチャンはありますよ。ありますね。ザ・キネチュンリ剣戦はやっている。あめくりからコンボしっかりしっかりしますね。まあ、スカッても中足で済むならまあ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 、OK、なんじゃないか。そうですね。やっぱり剣は踏み込んでいかないといけないからやっぱりきついっすね。ファイヤーがあるとね全然違うけど。そうなんですよね、ファイヤーあると守れますからね。そうなんですよ。もう一回溜まっちゃうぞ。これは仕方ないか。しかしさあペコさんの悪い姿勢、空達大好きおじさんになっちゃう。おあそこは氷昇竜しかないから、あ電波が一発当たって残りつかるから。でもそれ読みの一点読みで大昇竜はなかなかという。マッツーさんやってましたねそれすげえなって燃えてますよ。それすげえわ。さあ両者メインキャラになった。ああうまい。さあ、S 剣に2段は偉いぞ。あれ今のあれ入んなかったですかね。あの小手機構までは入んなかったですかね。小手機構どうだろう。もうまあまあ弦で安定っていうところはあるけども、この首をジャック攻撃とかにすれば入ったかも。これだと結局強いですかね。寄ったらね、そのまま死んじゃうから。うわっ、この技。いやナイスツンじゃないよ、これはナイスツンじゃないんですよまあ、確かにね、確かにうまい、はい、うまい、はい、うまいけど、うまいけどです。あの、やっぱり自分的な、はい、その、の考えですけれども、はい、強い人ってそこの、なんていうんですか、そのいわゆる根性値というか、はい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 、際のところの、やっぱり前にも言ったことある気がするんですけど、際のところでのこの勝負どころで、うん、この生き残ってそうなんとかしたりとか、うん、ここで甘いことをしないから強いみたいなのがやっぱりあるかなと、うん、まあ、ゆうべがさんみたいなね。そうそう、おーこれはよく言うんだ。あ、うまい。あー漏れ出した。勝ったのはヒデ。グッズは 2P です。5すいません、ぶっ放しますので誰が見てもそう見えますからね。5これはカニバルさん。カニバル、カニバルグッチ先方キャラ聞いて。 OK。 まあまあ、多分あると思った。多分だけど S ブランカでしょう。 S ブランカと X ブランカですね。ジャングルカードまあ、ジャングルカードを空軍基地で俺なお、うまいぞ。うまいな。いつヒデゴールウェズナイスチューンって書いてある。なるほど、そうなの。まあナイスチューン。カニバル X ブランカが、あー電撃をもらってめくり、あーバーチカル出すのはありおー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 なんだこれ。相打ちだ。相打ちでしたね。まあローリングはなりますね。あ、1レア発生、0レア発生なんで。うわ危ない。あ、まあ、ローリングないからね。そうなんですよね。ローリングないからね。さあ電撃をもって使っていくグッチ。でもあれローリング当ててもローリング破壊アンクラーから。あーそっかそっか、ピヨってくれなかったら、ね、まあ終わりっていう。そうなんですよね。確かに。あー潰される。あーあれ潰すんですね、ジャックパンがバーチカルを。なんだこの組み合わせは非常に解説がしづらい。おお。
これをまだやるかもしれないんですね。そうなんですわ。同じキャラ研修すればよかったな。それね、それですわ。はい、ではさあカニバルはさすがにうまいな。これはうまいぞ。おぉ、カニバル返せるのはカニバルだった。バレているよと。さあカニバル1体目でぐっちりを引きずり出す。わかんねえよと言ったら、まあまあさすがに同キャラだけはね、メインキャラの人になかなか勝てないですよ。まあそうですね、なかなか勝てないですよね。ヘイロンとマイソンは違うかもしれない。あ、クソゲーになるだけだから。クソゲーになるだけだから、うん、決まらないですよ、はい、なのでなんかいろいろ強いところは欠けたブランカっていう感じなんで、非常にヤバ すぎるでしょ。グッチヤバい。これはいいものが取れた。めくりがないからね。レバー今のやべえな。レバー前入れて大 P 連打してるだけみたいな感じに。ローリングも負けたりするかも、発生次第では。ああ、そうっすね。そして味を占めている。なんだこれは。おい、これは一体何なんだ。アクションゲームじゃねえか。やべえだろこれ。バックステップで避けるのがセオリーない。ローリング負けると思う。さあ水ジャンでも攻めればいいのかな。水ジャン最悪昇竜で割られる。What the fuck。 あやりに行くのかと思った。もう柳の下の土壌を大量に。あ、きましたね。ここは寄らないが、投げ返ししっかりしてますね。悪くなかったですけどね。いや危なかったですね。走らなかったらピヨってましたね。そうですね。あ、そう、噛みつけなかったらピヨんないですよね。そうなんです。いや、これゴスも当たる場合だったら非常に有効ですね、これ。そうですね。あ、さあ、そして第ゴス、第ゴス、真空を狙っていく。今、真空だったでしょう、おそらく。なんだこれは。今、いやー、潰されるんちゃうんかな。食らってもファイヤーでこけされる。なるほど、こけないからね、うん、リバーサのバッチカはどうかっていういうやつですよね、これはね。そうですね、アップボール。あ、あすまき勝利間に合う。ダイゴス、ダイゴス、ダイゴス。ああ。うまいぞ。そして、ここだけ見てる。ここはちゃんとしてるっていうね。勝利、うまいうまい。すかして、さあカニバル、このナメプレイに負けるわけにはいかない。おい、今中ボス来たっていうのもね、ちょっとね。いや、投げすぎじゃない。投げすぎ、投げしげか。ああ、うまい。ちゃんとしている。これはうまい。リバーサルアップボールイズデッダイ。あれ、うおぉ、さすし、うまいぞ、対空。うまい上にあれもあると。そうなんですよ、だから。そうですね。そう。結局、そう、さっきチュンリーのね、あの、戦術の話もありましたけど、はいはいはい、それだけだったら。だけだったら別に。そう、別にいいんですよ、それだけ見てね。さあ、グッチ盤石で、カニバルを倒す。楽しかったな、今のは。じゃあ、ヒデ対グッチ、ヒデグッチ。グッチさん、ワンピー、あー、ツビーですね。あの海外勢大喜びでした今。ああそうですね。もう一回トーナメント表貼っときます。今のところこんな感じです。じゃあ次からルーザーズなんで、はい、さあグリグラデレローからか。このカード今日多くない。このカード多いわ。これまあやんなくてもいいかなみたいな。そう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 。まだ残機解けるのも面白いわ。そう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 。ちょっとワンチャンこうヒデ君もこう S キャラ出さないまであった。出さないまであった。節約。そう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 。レバーも節約にもなる。そうそう、あ、確かにね。
摩耗しちゃうからね。摩耗性だから。グッチ、グッチがやりたいだけのムーブをしていく。だけでピオルまであるぞこれ。何これ、絵的にはめちゃ面白いっていう。あいつバカでしょ。もうね、もうしょうがないね。これはやべえな。レインボーみたいだけど、確かにレインボーの方が近かった。はい、そうですね。え、これあのルーザーズって、ルーザーズは1キャラ、1キャラ、最初に決めた1キャラしか使っちゃダメ。あ、まあそうしましょうか。試合ごとに変えてもいい、試合ごとに変えてもいい。まあそれでもいいですよ、まあ、お好きな方で。おお、これはこれはあるよ。でも飛び終わったの今ので封じてる形ですかね。そうですね、後でゴーカード。これはね、ボブじゃないんですけど、ボブではないんですけど、チュンリーガンが難しいというのは分かります。あ、そうですね、うまいぞこれ。しかしちょっとこの冷たい立ち回りがやはり相当きついが、ワンちゃんが下段2回。あ、惜しい。相手がカスだった。さあ、運よく、運よくですね、運よくスピニング当たり、はい、まあでもあそこまではね、やっぱヒデ君うまいんですよ。この元気タイプとか他の人使ってませんから。はいはい、いやいや、そうですよね、ほんとうまい。さあ、夜までは大変。いやこれきついでしょって思うんだけど、いや寄ったらワンチャンだからっていうね。寄ったらワンチャン、ほんとに。あー、冷たい塩対応。ると厳しい。スーパーソルティ。ソルティでいいの？あー、バックステでる死亡。ニュートン大山から木でパチするやめなさいってコメントが来た。バレてるよ。さあこれは、対象キャラ同士ですね。ですね。まずはグッチはゲージを貯めるムーブですね、これは。はい。うー、抜けてきた先端の左足は。ダイボスから投げているが。まあこれはしょうがないでしょ。うおい。ダイヤ届かない。強すぎるな、この技の判定。フライ判定が薄いのがね。そう、ちょっと本田を見習ってほしいですね。まあまあ、手にもありますからね、フライ判定ね。まあ、その代わり突進してくるけど、はい、めくり、あれは、おお、中足のところ、おー、あげ、座れに行った。あー、これあー、最大大ボス、バックザップしてるもん。おお、うわぁ、テンション引っかかってしまう。引っ張り投げ。さあ、ウィナーズ勝ち抜きはヒデチェンリー。5番ね、ルーザーズやりましょう、はい、デレローとグリグラ。あ、俺が 1P ですね。グリグラ 1P、デレロー 2P です。はい、ルーザーズは1から固定です。毎試合変えても OK、 毎試合変えても OK にします。選んだキャラの中から1キャラでお願いします。あれ、テンションすごい。あ、そうね、あー、めちゃうんだよね、あれね。さあ、ルーザーズ、まずは一番最初に負けたグリグラ対デレロー。次、マキリ対ミヤやります。次です。あっと、これはグリグラがコンボミスからのデッカゲン。さあ、デレロー、そう、その詐欺飛びが重要。詐欺飛びをしないと一生横で恐れます。あ、いいですね。さあ、しかし隠れないです、隠れないですけども、ボタンを押すとダメですね。
あ、あー2分の1引いた。これは削ってしまった。一人最後の削り中断を刈り取る。さあデレローがファイヤーから東アドー、昇竜出る、前に飛んじゃう。これは相手チャンスになる。さあレッグ、さあ劣化になる。あー流れが悪かった。勝ち抜いたのはグリグラ。マキリ、マキリ、ミア、ルーザーズは1キャラだけです。選んだキャラの中から1キャラ選んでください。オッケー、いいよ、どうぞ。次の試合、鈴鹿対ハイジンです。フルガラさん結構危ない試合でしたね。危なかったっすわ。いや本当に。さあそれでは 1P 側がマキリ、 2P 側がミア、はい、先手を取ったのはマキリ、はい、明るい緑がマキリですね。あのうさくさい青がミア。あそこ迷うな。迷うけど、まあ、判定は台足でいいとは思うんですけどね。スーパー昇竜ぐらい入れないかな。うっ、パスヒット、めくりから、あー、これは何だろう、このミスですね。さあ、三宅はここをなんとしても勝ちたい。お、いい勝利。さあ、端追い詰めて、2打席、これうまい。表さあ2回刻んで掴んで、あ、さあ余計なことをしてはずから逃げ出されてしまったが、体力ドット大野菜で三宅勝利。鈴鹿対ハイジンです。鈴鹿ハイジン、ハイジンです。ハイジンキャラはでしょうね。エスカだってエスカミ出したら出せないで死んじゃうでしょ。エスカミ出せないで死んじゃうか。ここで選んで欲しかったな。さすがにそれは面白い。次ぬくぬく対2回転やります、はい、やべえな、ぬくぬくさきついな。いい飛びだったが、おっと燃える、燃えて鈴鹿、これこうジャックスラインフェルの表、表最近よく見ますね。鈴鹿鈴鹿さんはね、あのブラストとか当てた後、はい、狙ってくるんですよ、はい、ここからもいける、ここ表インフレ技、まあ、表しゃがみガード安定ですね、はい、ドリルしゃがみガードできるから。そうですね、悪くないけど波動拳をね、打っちゃうと、そうですね、離れちゃうんですよね。うまいよ、うまいぞ。インフェルノなんとかガード、しかし、ああ苦しい、苦しい、ハハハハ、足伸びるな。鈴鹿盤石だった。ぬくぬくさーん、ぬくぬく2回転です。キャラの申告を、はい、ぬくぬ2回転、2回転、ぬくぬくさんと2回転さんです。2回転さんは3キャラのうちどれか、はい、OK でございます。まあそうなるよねっていうキャラクターですね。さあぬくぬくが当然メインキャラ、フランクに対して2回転は、当然ここかぶせに行った形なのでこうなるでしょう。これは辛い組み合わせになりました。この後はグリグラ対福山です。
グリグラはどのキャラを使いますか。エックスキャミーです。俺知ってんの、もう絶対キャミーなの。エックスキャミーです。さあ、そんなこと言ってる間にきついぞ、さすがに。しかし抜けたくさんなら、あーちょっとね、今のシューズ付けでしょ、多分今のタイミングね、ずらしてきてるんですよね。そんな細かいこと言ってるんですね。はい、今度はリードはブランケから始まったぞ。これがこれ削りが、もう結局ズッキガードしても何もないんで、うまい。さあこういうことをしたい。うまかったけどな。しかしこれ体力ちょっとホンダが勝っているか。ああ、ズッキがズッキの的にされている。うっ、この後うわー、100巻から100巻あ、確定だな。バクステも対応している。さすがにキャラ差だったか。2回転勝利。はい、グリグラ対福山。さあグリグラキャミーと上から進行してきました。上からです。どちら12連敗って言ってましたね。グリグラさんキャミーですか。福山対策はもうできてる。あはは、福山さんはフーリガンも全ぐらい。さあこっからどうなる。現代系は入らないが、あうーそでしょ、嘘でしょ、嘘でしょ、なんだこれ。今なんで死んだか思い出してください。フーリガン、フーリガン、うん、あーやばい。フーリガンと飛びです。このキャラそれしかないから。あー出ない おおい瞬殺これやばいな。完全に対策完了。ねえな、ミア対鈴鹿です。ミア鈴鹿、ミア 1P、 鈴鹿 2P。 その後2回転グリグラ。いや、そんなことない、そんなことない、さすがにやで。さあメインキャラしか出さないでしょみんな。さあそうですね、メインキャラ入ってますからね。はい、さあ先ほどは廃人を、はい、処理と言ってもいい形で倒した鈴鹿。まあこうやってレシオで見た後に、はい、普段どんだけダルシルとかキャラがってんだっけ、まあ、よくわかりますね。まあ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 、でもね、ダルシム倒す剣もまあまあいたりするじゃないですか。倒すというか負けないっすよ。ああの人、はい、負けてもほぼ見たことない。だからそういうところがあるからね。さあ三宅、これはとはいえやっぱりキャラ的にはやはりきついか。うん、この前ゼロだな。うーわー、すらすかしてインフェルノ、安定感、鈴鹿強いぞ。強いなこれは。2回転対グリグラやりましょう。あ、さあ、1P 側がニカさんと 2P 側がグリグラさん。さあもう言っちゃったさあグリグラさんフェイローに対するまあまあまあでしょうねさあレシオ見ながらな。これね、ちょっとグリにお怒りですねほん
めくり台底からおいちょこれやばくない？あーがぶわー、いやー、あゆちオッケーなーラジに行こうとしたところはおいちょ、そしてやばい、これは一品だからいいガードしてる、あー歩いてる歩いてる、やばだー突っ込んでくる、あーたつだー厳しい、いやこれしょうがないな、次は、はい、鈴鹿対ペコ、鈴鹿さんとペコさん、鈴鹿ワンピー、鈴鹿さんがワンピー、ペコツーピー、ペコさんがツーピー、キャラ申告だってまあしなくてもいいか、まあ、まあ一発決めなんで、ただステージが USSR ですね、これ迷いどこだな、 X とチューキックだけやるけどメインキャラの SK、 これねどうなるかちょっと見ものですよ、結構ペコさんも悩みどころ、悩みどころだと思いますよ、ただステージがかなり早いんで、まあそれをペコさんが活かせるか、あーやばい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 、マジで？中心！そんなテクニックが受けてないよ、あー投げ返し大勝利、打ちどこいいな、さあこれワンピアリーチ、ピアリーチあいあいあい、ペコ来たかさあレシオ5、鈴鹿負けるか、ハドケン、ハドケン打ち合いはたまらん、食べられちゃうぞ、ハドケン、ハドケン、だ一発でやりしてだいい勝利、やばい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 、ダルシムビオリそうだが、いや耐えてますね、ダルシムも大丈夫、もう今飲んだんですね、あ、確定ペコ、いいバラそう、どっち鈴鹿か、とりあえず削る一発剣だぞ、どちらもこれ熱いな、遠距離はさすがに危ない危ない、あーなんだそれ、鈴鹿マンチ、鈴鹿マンチ、鈴鹿マンチ、大球、いやーまあさすがにライディングかい、ベコさんあそこで勝利逃がしてないがちょっともったいなかった、さあ鈴鹿さんも冷静だったぞ、さあラスト出たー、鈴鹿スペシャルピオルド、うっ、え、大球入って鈴鹿マンチ、鈴鹿マンチ、やばい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 、うわ あーダルシムクソ野郎が勝ちましたぞひどいよ、はい、次、はい、で2回転対カニバル、はい、ニカさんとカニバルさん、はい、ニカさん、ホンダでカニバルさんは動画が相手もブランカです、はいS か X かは選ばせましょうはい、じゃあ行きましょうあんた自殺あるぞ、さすがに X でしょ、そうですね、さあルーザーズ準決勝2回転3対カニバルさん、そうですね、ルーザーズ、おっと、うまい、今のお尻のあれですね、判定のちょっと手前で待ってましたね、すかした感じでしたね、はい、しかしあれちょっと勇気あることなんですよね、おいしを仕込んでたらちょっとやばかったんで、さあリードは、うわーやばい今のは、ブランカリードしてるんだけど、あこれはしかしカニバルさんがマシンが、いやーこの時間稼ぎモード、うまいぞ、あしかしまあまだまだまだカニバルさん油断まだまだ、やばいやばい、コパン強い、ローリング確定、あー出ない、出なかったー、アニマルリーチ確定、あれ確定らしい、はい、さあリードカニマルさん、しかし本田か、しかしカニマルさんもうまいなー、本田さんやってるんじゃないですかね、あうまい、さあ時間、おーどっち出てん、どう出てんの、うまかったそれは、なに今の無理やり持ってた、ビヨンない、あー打ち OK なんだな、さあ今のはもうこれで切り返しもあったあっさりニカさんが取り返して、カニバルさん、うわこれ美味しい、今のは美味しいですね、電撃相手 OK、 ローリングからここ勝負どころ、さあ投げ返す、若干終わった、いやまじまじ、これ多分5ですね、今カニバルさん突っ込んでくる、いやー
ーこれでもうガン振りですね、かなりコパン振ってればいい音、いい音なんですか。これでもまだわかんない。カニバルキあ、うん、これわかんない。あ、え、リア様、あ、あ、これは、あ、カニバルさん、カニバルバカか。うぅ、あぶね。あ、うまい。30秒来てん。あぁ、二ドット手振り、二ドット手振り、なんとカニバルブランカ嘘だろさあ、鈴鹿対カニバル行きましょう。はい、鈴鹿ワンピー、ワンピーが鈴鹿さんで、鈴鹿さんじゃなかったカニバルさん連戦です。はい、はい、いやー今二ドット手振りは期待値そのものでしたね。さあグッチさんとの挑戦権を決めて、カニバルさん対鈴鹿さん。さっきね、のじゃい見てたんですけどね、はい、あのね、はい、鈴鹿さんの動きが怪しい、ご覧ください今日はちょっとカニバルさん、好調な感じ、好調な感じがするぞ。確かにかなり動いてますね。さあ、リスク回避でちょっと下がる、とりあえずしゃがめば大丈夫と。さあ、いやー鉄壁だなこれ、うわ伸びた手足が強い、爆破されたわさあ、まずは1本鈴鹿、お、どう崩すんだ、うまい、うっ、来たか。いや、これでかなりリードだが、えぎあの二段な、うっ、来た、1、そうですね、とりあえずこれでいいんですが、誰しもゲージ持ってるのでここからがかなり難しいところ。そうですね、前飛びしていく。さあ、あれ落ちづらいですね。鈴鹿さんなら飛びにインフェルの合わせくぞ。あそこに前段大 K に無理やり投げてる感じで混ぜてくれて、大半を。そうするとやっぱり対決かなり難しい。しかし、よくしのいだ。うわあやばい。ああここで出していく。今のはスライ、まあコスラか中スライインフェルノを考えたんですが、まあそこにぶっ刺さったっていうところでしょうか。突然刺さった感じでしたね。さあこれはダメージ価値が美味しい。ピオルさん、いやーこれはカニバルまたましたか。やべえと声が響いてます。マックスレシオ鈴鹿、これやっちゃった、やっちゃったカニバルブランカ決勝、カニバルさん連戦です。さあカニバル対グチ、カニバル 1P です。カニバルさん 1P、 出口さん 2P。 さあルーラム決勝はブランカブランカ生まってないよねさあ、さっきの第5スの嵐が、そう、それを踏まえてのこの試合ですからね。やばいですからね、さっきのウィナーズ準決勝でめっちゃ第5スしまくってましたからね4回連続初めて見ました。5回連続F ブランク相手だと、あれね、タイトルじゃないらしいんで。いや、そうなんですね。あ、また期待値を込めた第5ス2段目当て、波動、波動、大らしい。さあカニバルさんもかなり我慢はしているんですが、やはり球が厄介。うまーい、うまいな、グッチさんはいい反応だ。前歩き見たところにちゃんと置いてましたね。うぅ、ロケットやからの真空反応がね、すごい、はい、しっかりしているのと、かつ自分も使ってる知識もね。そうですね、知識が。あー、これは美味しい、うまいぞ。しかしこの体力リードを守れないのがやはりブランカ側、そうするとやっぱり攻めざるを得ないところに大勝利が刺さると。この遠い前はもう完全に、おー、うまい、前してから神々でかなり減る。しかし、まあ波動の出際に対してしゃがみ台パンとか当てたいところではあるんですが、波動の発生が早い竜は。ピヨリそうだ。うわー、なんで中国、うわー、これがグッチさあグッチさん、やりましょう。あれ、ニカさん、これルーダム勝った人と僕、どういうルールでやるんですか。え、2体グッチさんは1体なんかいらねえさあ決勝戦はグッチさんは1キャラです。ヒデさんは持ちキャラ2人プラスもう1キャラ自分のキャラを使います。ブランブラン決勝ブランカに行くのか嘘だろここはグッチリフ
さあヒデさん3人、ヒデさん3人倒さなきゃいけないぞ。しかもグッチさんは竜一体投げて大吉、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 あ、全部か、大吉、大吉、大吉、これ、これあのレバーチェックかもしれないな、投げるヒデさんは赤ちゃんさあ、さあ、来るぞ波動拳からのローリング、ここは確定もらって昇竜拳、死んだか、ヒデさん、ヒデさん、赤ちゃんヒデさん、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 ゲージ、お、落下して、うわー、大ゴス、大ゴス波動拳、うー、大足からって死ぬ、スーパーファイヤーからのヒデ、ブランカ狙ってるぞ、昇竜拳、まずはグッチが一人抜き、ヒデさんがもう一キャラ、チュンリーとブランカと来たぞ、ヒデチュンリー勝った方が優勝。さあ、あ、どう、先ほどはヒデさん取ってるが、うまいぞ、お、お、うまかったな今、勝利剣、勝利、うわ、置いてあった中足、グッチ流リーチっていいね、それリーチです。グッチさん、ルーザーズからの逆転 V か、飛行剣が刺さって竜巻、竜巻来たか、ピサンヒット、ピオリーチだぞ、投げて、歩き投げに受け身がない、キレチュンリー、もうちょっとだぞ、いやー早出しの大剣、グッチが決めた、グッチ逆転 V ということで、はい、今日のレシオ戦優勝はグッチさ ん, グッチさん、じゃあ一言いただけますかあ、もう言っちゃったじゃあさ、優勝のグッチさんに一言じゃあいただきましょう。はい、ありがとうございました。大ゴス最強でね、大ゴス最強ということでね今日は終わりましょういやいや本当にね、はい、強かった、はい、じゃあ長丁ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、皆様ご視聴本当にありがとうございました。長丁場ですけども、お疲れ、ありがとうございました。お疲れ様でーす。はい、レシオ戦は盛り上がると、ただしもうだね、もうちょっと数字つけてみましょういいかな、うちないっすよ、だってこっちの方が弱いもん、下は変わんない、あマックス6とかにした方がいいかな、レシオ戦じゃないと見れないキャラ多いね、確かに、はい、というわけで今日配信はここでストップいたします。ご視聴ありがとうございます。